粗品です。せいやです。うん。いらっしゃい。サイコパスクイズ。久しぶりですね。確かに。面白いよね、これ。サイコパス診断の、サイコパスやったらどう答えたかみたいなやつを当てるってことですね。サイコパスになりきって。我々はサイコパスじゃないですからね。そうそうそう。サイコパスやったらこう考えれるやろなーってやつ、うん、お願いします。怖いよな、これ。怖いね。あなたは友人からお金を借りています。はい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 。しかし、あなたはお金をいつまで経っても返済しません。嫌なもんだよ。それはなぜでしょう。なぜでしょう。普通に答えたらいいのかな。友人からお金借りてて、返さなあかんのに返済せんへん。返す必要がないから。お前やん。返せよ、ほんで。お前サイコパスやん。G で一問目から。あ、俺よりやな、でも。だから、そいつの命に保険金みたいなのかけてて、そいつ殺したら金できるんで、返さなくていいよって、そいつが金やから、体が。怖っ。いや、怖っ。スラスラ出てきたよ、はい、悩むことなく、うん、一発目に思い浮かぶそれ、そいつの臓器とかが金になるからいつでもあるよ、一個言ってんな、なんか金、自分が死んだら助かるからとかじゃなくて、相手を殺す、相手を殺すと金になるから、カレー食いながら怖い。そのうちウィン5で一攫千金できる。お前やお前やウィン5狙ってんねや。まあ分かった、じゃあちゃんと考えよう。え、もう一回言ってください。返さないのはなぜ。あなたは友人からお金を借りています。あなたお金をいつまで経っても返しません。それはなぜでしょう。そのまま死んだらもう何も別にあなくなるから、その逃げ切れるから。でも結構シンプルやんな、言ってることは。お借りてた金をなんで返さないか、これにサイコパスな理由なんかあるか。日本の経済とか円が終わるのを待ってる。やばそれ待ち、それ待ち。返したよって言う。返してないのに。やば、いや返したやんって。シンプル言い張るから。シンプルサイコパスやな。返したよ。うん、はい。有名な漫画のキャラクターみたいな発想。有名な漫画、子供向けの有名な漫画。ああ、だから友達のもんは俺のもんやから。おお、どういうこと。まあ、他の人のものも自分のもののように扱って、うん、そもそもお金を借りているっていう発想がない。なるほど。おお、なんか嫌なやつっすね。嫌なやつ。よしよし、最後ますね。俺がそうってわけじゃないからね。もっとえぐいの出てもうてたから。あなたは民家に侵入し家主を殺しました。はい、殺した。その後遺体をベッドに寝かせました。なぜでしょう。人が住んでないと家ってダメになっていくって言うから。済ました。怖っ、サイコパスやな。怖っ、発想怖い、こいつやっぱ。サイコパスがダイエットしてる。サイコパスが痩せていってるからよりサイコパス。その疲れたやろなと思って死んで。うわー、怖っ。死んで疲れたやろなと思って寝かし上げた。しんどいでしょ、死ぬんて。うわうわお前怖っ。サイコパス、サイコパスや。びっくりした。怖っ、ほんまに答えなんや。怖っ。いやお前なんかようそんな出てくんな。そうやねん。お前もやばかった。いつものお前。家あかんよ。じゃ俺はボケやん。いやいや俺もボケですよ。不動産ボケんだよ。いやお前怖いって言われるやつ当たってもうた。怖いやお前やな。めっちゃ怖い。ほんでその答え言うといてあれやけど怖ー。それが怖い。サイコパス。演技が怖い。演技ちゃう。サイコパス。妹逃げろ。怖ー。あなたはこれから殺そうとしている相手に最後に言い残したことはないかと尋ねました。はい。相手は何と言いましたか。
その言う前に殺した。サイコパス。こいつそんな発想あんねや。脳に異常をきたしてます。なんでそんなに笑ってるの。二刀した。怖い。怖い。サイコパスクイズ連投してる。ありがとう。イエーイ。怖っ。ありがとう。どういうこと。自分の都合のいいように考えてポジティブに考える。めっちゃサイコパスやん。お前そうやって生きてきたんや。絞り出してね。全部ごめんね、連投して。怖怖いね。全部そうなんや。都合のいいように。お前みたいな。ありがとう。こいつやん、マジで。お前みたいな考え方。怖。あなたは頭痛に襲われました。とても強い痛みで立っていられません。そこに一人の女性が心配して近づいてきました。あなたはすぐにその女性をナイフで刺しました。なぜでしょう。どうぞ、教えてください。いや、これ簡単じゃ。でもえ、だからその頭痛よりもっと痛いことして、俺より痛いから、俺2番目なんやと、俺より痛い人おるから俺は大丈夫やなって思える。うわいやいや、これはアッセンブル集結。うわアッセンブル、すごい。アッセンブル、すごいね。いやいや、そうや、それしかないやろ、こんなもん。いや、思いもせんかった。いや、お前も絶対分かったよ、これは。わい、分からん。いや、それ以外ないやん。なんでかなと思って。果物やと間違えたんかな。嘘つけ。いやいや、ありがとうの方が怖かったって。三刀やってのありがとう。センスあるな、やっぱ最後。お前やん、最高です。ある豪邸に強盗が入りました、うん、強盗は金品を盗み家を荒らしました。さらにそこに住む夫婦を殺しました。また犯行後、その夫婦の娘が現場に現れ、しかし彼女は叫ぶことなく笑顔で強盗をもてなしました。なぜでしょう。怖いな。いや、まあシンプルに早っ。1投目思いつくの早っ。普通に考えたら、普通に考えたらサイコパスやん、じゃあ。その奪った金品、そのもうまあ夫婦殺したし、まあお前はええわって言って金品の一部もらえた。娘もらえて喜んだ。納得しますこれ。最高やなって感じ。はい。娘はほんまは泣き叫んでるんですけど、その嫌がって、もちろん、はい、でもサイコパス目線、この問題作ったやつがサイコパスやから、このあ、もてなしてくれてるって勘違いしてる状態に陥ってる今。ありがとうパターンや。お前専門やその専門のサイコパスや。その全部解き方一緒やん、このジャンル。こいつパターン化してる、サイコパスクイズ。怖っ。参考書読んでるこいつ。サイコパスの。サイコシ。え、金品奪って夫婦殺して、その娘が歓迎した。はい。なんでか。いや、まあもうめっちゃシンプルやったら、まあだから娘が依頼したってことやな、その殺してって、夫婦を。うん、それではないよな、さすがに。どういう紹介。いやいや、シンプル。いや、シンプルはな、出てこいよ。出てくるやろ、それ一番。だから娘、でももてなしてくれた。だからお父さんの服を着て、お父さんのように振る舞って。はぁ、あ、怖い、はぁ、あ、怖い、怖い怖いよ、怖いこと言ってるよ、わざとね。お父さんの服着た。怖っ。ヒント、娘がサイコパス。あ、なるほど、娘がサイコパスなんや。なるほどね、歓迎してくれた。だから殺してくれてありがとうってな。家広なったわ。うわ、部屋数増えた。ああ、もうありがとう。押せ押せ押せ、もっといけ。なんか老後も嫌やってん。私
楽やわ、これから。ありがとう。うわー、お前そう思ってんの、家族。思ってるか。実家建てとんねん、大阪。サイコパス建てへんやろ、東野さん。サイコ実家。なんや、サイコ実家って。最高、最高や。最高。最高の実家建てとんねん。でもなんか近いんかな。嫌いやった、両親のこと。シンプル。シンプルやで、これ。反抗期。悲しい事件。正解は、はい、自分、娘がもうすぐ親のことを殺そうと思ってたので、うわぁ怖っ、殺す手間が省けたから、もてなした。最高やな。もう一個言ってんな。それはマジで思い浮かばんかったな。確かに怖っ。殺してほしいとかよりもう一個言ってるわ、確かに。ちょっと怖いからまた時間空けてやろうか、今度。時間怖いからな。よし。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録。